人間最強キャラパパス以外でちょっと見ていきたいと思います。というのも今回パパス以外の人間最強キャラを決めるわけなんですけども、パパスはね恐ろしく強いんで、まあこいつ2回行動だし HP やたら高いし攻撃力回心率ともに高いしみたいな、パパスが1位になることはもう必至の話なんで、まあこちらですね外して、で他のキャラクターでちょっと考えていきたいと思います。というわけでやっていきましょう。まずは第5位サンチョということで、まあこちらですね幼少期の頃から主人公のお世話係をしているみたいなそういった感じなんですけども、パパスの召使いといった立ち位置ですね。まあこちらの特徴としては魔人の金槌を装備できるということです。魔人の金槌を装備することで会心の一撃をめちゃくちゃ出せるといった感じで、でまあこちら特技なんですけども口笛との相性がめちゃくちゃいいんですよね。口笛でモンスターを呼んでハグメタを出して会心で仕留める、まあこうやることでかなりレベリングも得意になると。まあただやっぱり第5位にしたっていうのはその他の点で少しね他のキャラクターより劣りがちかなという感じですね。まあこちらの HP に関してはですねものすごいことになってるんで、まあこれがやっぱり評価する対象なのかなっていう感じがします。まあ最初からね初期で HP が214あるんで、まあ大体他のキャラクターの最大 HP って初期状態で20だったりとか、まあ多くて80みたいなそういった感じなんですけども、こいつだけね他のキャラクターより何百数値も上なんで、だからまあ評価、ここはかなりの評価に値します。最大 HP も555っていうね、まあかなり単純な耐久性と見たらまあかなり高いということです。力素早さなんかも最終的にはカンストいたします。まあただ他のねちょっと身の守りがね少し柔らかいということで、呪文に対してはまああれかもしれないですけど、単純にあの身の守りが低いということなんで、まあ HP の見た目よりもねやっぱり耐久性っていうのは劣ってしまうのかなっていう感じですね。まあその他ちょっとスクルトとかはありがたいですけど、その他のスキルが正直あの戦闘向きじゃないっていう感じはするんで、まあせいぜいメガンテでね最終手段みたいな、そういうな核爆弾みたいな、まあそんな感じでね使った人も多いんじゃないでしょうか。でまあこちらですね、最終的に身の守り、じゃあ防具で強化すればいいんじゃないかと考えるんですが、唯一ねあの鎧、まあその守備力が高い鎧装備できるのが魔法の鎧までなんですよ。なのでまあそちらですね、ほとんど守備力も上がらないと、まあ60ぐらいは上がるんですけども魔法の鎧で、それでもねまあちょっとと使いにくいかなっていう感じですね。やっぱりレベルを最大まで上げるということを考えれば、サンチョはまあ第5位ぐらいで落ち着いてしまうのかなっていう感じです。まあそれでもね、HP の高さがやっぱり物語っているんで、まあ単純な耐久性としてはまあいいんじゃないかなという感じですね。はい、続いて女の子ということで、こちらですね、主人公の娘さんです。まあ単純なあの魔法使いタイプですね。いや本当にあの力はね、ちょっと弱いですが、まあその他のステータスが非常に優秀ということで、まあちょっと身の守りはね、少し低いんですけども、まあ本当にその他 MP の数値だったりとか賢さもねめちゃくちゃ高くなったりとか、まあそんな感じなんで、まあいいんじゃないかなと。初期魔法でヒャド、マヌーサ、ルーラを覚えているんですが、まあ非常にねこのルーラがかなり快適ということで、主人公がたとえ死んでいたとしても、まあこちらルーラを使えるんで、まあ最悪ね主人公死んでも大丈夫、ルーラがありますよみたいな感じです。地味に便利です。あとリレミトもね地味に便利です。最終的にはこちらイオナズンも覚えるんで、まあこれ範囲攻撃がかなり優秀になります。魔法カンタも覚えたりね、まああとはなんだラナルータっていう結構便利なやつも覚えたりで、16レベっていうね結構低レベルからバイキルトを覚えているんで、まあかなりねサポート的にも優秀。この頃のバイキルトって単純にダメージを2倍にするものだったんで、ぶっ壊れの呪文だったんですよ。なのでこちらのバイキルトっていうのは、まあファイト一発を使えばあれかもしんないけど、まあ呪文でやっぱりバイキルトを唱えられるっていうのはかなり優秀な点じゃないかなと思います。でイオナズンでね、あの山彦の帽子をつけてで2連発イオナズンをするみたいな、まあそれで雑魚敵の狩りがね非常に快適になりますんで、こういった意味合いも込めて今回第4位にさせていただきました。残念ながらベスト3には入れなかったんですが、まあそれでもね、まあこちらの娘さんはねパーティーに入れてる人もかなり多いんじゃないでしょうか。ということで次はですねこちらデボラということで、第3位デボラにさせていただきました。まあこちらは DS 版からの登場になるんですけども、まあこちらはですね最終的なステータスとかを見ると、まあやっぱり先ほどの娘さんよりかは優秀な感じはしますね。まあただ最終的な感じなんで、なのでまあこの嫁さんっていうのはね結局あの中盤ぐらいまで石化されてるんで、だからまあパーティーに入るのがね結構遅めになるんですよ。ステータスがどんなに高かったとしてもやっぱりその間に育てている娘さんを選んでる人も多い
いんじゃないかということで、まあ、正直ね、汎用性的に考えたらどっちがいいのかなって考えたんですけども、まあ、やっぱり今回ね、最強ということで考えてるんで、まあ、第3位はデボラにさせていただきました。まあ、やっぱりね、もう最強。これ、バイヒルトも覚えてるし、ね、マヌーサも覚えてる。これ結構便利なんですよね、マヌーサって。まあ、最終的にはね、こちらベギラゴンもあるということで、まあ、かなりね、攻撃力的に範囲攻撃も優秀だということで、まあ、残念ながらイオナズンは覚えてないんですけども、まあ、それでもね、まあ、かなり優秀ということで、今回はデボラは第3位にさせていただきました。ステータスともにかなりいいと思います。で、第2位はですね、主人公ということで、おやおや主人公は1位じゃないのかと、まあ、その上がね、残念ながらいるんですよ。まあ、こちら初期のステータスはね、まあ、かなり悲惨な感じになってますけども、まあ、やっぱり成長率的にはかなりいいということで、最終的には HP も510いって、で、最大 MP も500いくと、まあ、その他もね、かなり優秀ということで、まあ、ちょっとね、身の守りは低いかなっていう感じはするんですけども、まあ、様々な防具もね、装備できるということで、まあ、この辺の身の守りはですね、まあ、三丁と比べるとかなりね、だいぶ防具で補填できるといった感じです。まあ、ただこちらの主人公ですね、全体的なステータスとか装備できる防具とか、まあ、結構ね、いろんなもので強いんですけども、それでもね、なんか、これができるっていうことはないんで、ちょっと今回ね、第2位にさせていただきました。まあ、その他ね、まあ、割といいんですよ。まあ、だってザオラルも覚えるしね、あと、ベホマだって覚える。で、あとなんだ、パルプンテでね、ワンチャン狙えるし、みたいな。まあ、やっぱり一番の特徴はね、様々な防具武器を装備できることだと、今回は考えて、それをガチで評価してみました。はい、というわけでこちら主人公、残念ながら第2位になってしまったんですが、果たして第1位は何でしょうか？こちら、第1位。男の子ということで。まあ、こちらですね。主人公。まあ、主人公と比べて。まあ、こちら男の子の方がですね、全体的に、まあ、ステータスというか、使えるステータスが結構高いんですよ。成長率的にも、まあ、やっぱり初期の頃はね、すごく高いし、まあ、それでね、まあ、どんどんこう、主人公のことを抜かしていくような、そんな感じになります。で、子供の時はね、まあ、僕がゲームやってた頃は、やばい、父親の威厳を守らないとみたいな感じでね、ちょっと主人公がこう、抜かされそうになって、で、主人公は、なんか新たな防具を装備。まあ、男の子はね、この天空の剣、鎧みたいな、そういう天空シリーズを装備して、で、主人公はね、なんとかメタルキングの剣とかで、なんとかして、なんとかこう、父親の威厳を守ってきましたけども、最終的にね、行き着く先は、第一、男の子ということで、まあ、こんな幼い子にね、抜かされてしまう父親は、どういう気持ちなんでしょうか。まあ、この男の子はね、勇者補正が強いですから、まあ、なのでね、そういった意味合いでも、やっぱり抜かされてしまうっていうのは当然かもしれないんですけども、こちらの男の子です天空系を装備できると言ったことで、まあ、武器ももうほとんど困らない。もう普通に天空の剣をねゲーム内で無料で手に入るん でしかもその天空の剣を使うことでいてつく波動もできるということなんで、まあ、そちら天空の剣に関しては誰でも使うことはできるんですけども、まあかなり使いやすいキャラクターだということで、もうラスボスには絶対こいつは入ってるみたいな感じなんでね、まあ、敵がスカラとかやってきたらもうそりゃもう太刀打ちできなくなっちゃうんで、まあ、そのいてつく波動でねでなんとかするみたいな。で、まあ、こちらギガデインも覚える。ベホマラーが覚えるんで、これ強いんですよ。やっぱりドラクエ5って、ベホマラーを覚えられる仲間っていうのはかなり少ないんで、かなり限られるんで、で、それでね、この強さを誇って、なお、ベホマラーも覚えてしまうという最強です。で、さらにね、なかなかやっぱり他のモンスターでも、仲間でも覚えないような、フバーハを覚えてるんで、こちらラスボスにはね、かなり便利な呪文だったりもしますんで、まあ、なのでね、いろんなところでやっぱり使えるんですよ。スクルトでまず物理ガードを上げて、でさらにフバーハで息系、まあ、そういったブレス系の攻撃を、まあ、カットするといった感じで使い回せるんで、汎用性も高ければしかもまあ強いと、単純にこれ強いんで、主人公の完全上位互換なんですよ。もう主人公なんかね、ベホマぐらいしか覚えないし、まあ、最終的にメガザルとかは覚えますけども、まあ、やっぱりラスボス手前ぐらいになってくると、男の子にね、かなり抜かされ始めて、まあ、それでなんとかね、父親の威厳を守る感じになるんですけど、まあ、最終的には男の子の方が強いといった感じです。まあ、こちらですね、メタルキング系の装備もね、しっかりと装備できるっていうことなんで、まあこれですね、単純に強いということで今回は1位にさせていただきました。はい、というわけで今回はですね、まあこんな感じです。1位が男の子、2位が主人公、3位がデボラ、4位が、まあ、女の子。で、第5位が、ちょっと三丁が食い込む形になってしまいました。他にもですね、まあ、結構キャラクターっているわけですよ。DS 版になってくると、まあ、いろんなキャラクター追加されたりだったりとか、まあ、もちろんね、この機種によっては、もう、他のキャラクターがいるみたいな。まあ、ということでね、他の方の意見もたくさんあると思います。ぜ
ひともその辺はコメント欄で教えてみてください。というわけで今回はドラクエ5の人間キャラ最強決定戦ということでした。面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。